9月の運勢いきたいと思います。まず七赤中級の9月の運勢全体のお話ですね。9月は七赤中級になるんですけど、私いつも七赤中級の時って楽しいことが起きるのかなって思うんですけど、七赤だから。でも過去を振り返ると七赤中級の時って結構大変なことが起きてるんですよね。例えば2019年のコロナ発症の年が七赤中級だった。であとは 3.11 も七赤中級の月だったんですね。それからこの間の能登半島の地震と空港の事件がありましたよね。飛行機の事件、あれも12月の盤面で起きたので12月七赤中級だったんですよね。だから七赤中級の時って結構いろいろあるんですけど、なんでかっていうと東と西に五王札と暗剣札というのがあって、東が三匹で希望の場所なんですよね。希望の場所に五王が乗っかってて抑え込まれているっていうことで、希望が抑え込まれるような感じが出たりとか、また七赤の上に九紫の暗剣札が乗っかるんですけど、西にね、西は喜びですから、喜びのところに暗剣札が乗っかってるっていうことで辛いこととか起きるのかなみたいな予測をしております。今度の9月は東の豪札に破壊もかかるので、なんか嫌だなっていう感じなんですよね。この間の一番最新の七赤中級の月の12月の盤面見てたんですけど、もし分かる人は見てください、2023年の12月ですね。そうすると七赤中級の月で天道が南東にかかっていて、南に破壊があったということなんですよね。南の破壊はちょっと思い当たらないんですけど、南東の天道、まあ、天道は良くも悪くも、拡大させるっていうのがありますから、南東を拡大させたって言うとやっぱ飛行機なのかな、飛行機事件なのかななんて思ったわけです。そうすると9月の盤面見ると天道が北東の一泊に乗ってるんですよね。だから良くも悪くも拡大だから、雨が拡大して大雨になる。また八泊は山ですから、山で何か起きる、噴火はないと思うんですけど、九死が案件だからなんかファイヤーみたいな意味はちょっと出るかもしれないんですけどね。山のまあやっぱり土砂崩れかな、雨の土砂崩れとか、そういうのが予測できるっちゃ予測できるっていう感じですね、はい。なので、七赤中期の時はちょっといつも何か起きるんだよっていう感じですね、はい。でその他七赤の意味で言うと、少女とか若い女性、それから三匹、東の三匹と、まあ、西の七赤にこう問題が出ますので、東の三匹っていうと若い人とか子供とか学校とか学びとか、そういう感じなんですよね。その辺にちょっとなんか問題が出るのかしらみたいな感じなので、学校幼稚園通ってるおっさん、また若者ですね、若い男性も女性も気をつけてっていう感じですかね。暗いっていう感じがあるから、夜ですかね、夜とか気をつけてほしいかなって思いますね、うん。9月は希望が塞がれちゃってる感じなので、私たち人間の心だけでも希望を持つように、希望を持っていけるようにしたらいいのかなっていうふうに思っております。明るく、希望を持ってチャレンジしてアイディアで切り抜けて、そんな感じですかね。前向きにいきましょうねっていう、そんな9月です。毎月の運勢動画を見る上で開運効果を上げるために、開座の流れのお話をします。九星気学には遁光盤というものがあって、その原型の形である光天上位盤というものがあります。そこには方位が存在していて、それぞれ方位のエネルギーがあります。私たち九星はその方位に毎月乗るんですが、一つずつその方位を移動するという動きがあります。それを開座と言います。開運というのは生き方や心がけが大事ですので、その開座を読み解いて方位のエネルギーを取り入れることが大事です。先月はどこにいて、今今月ここに来ていて、そして来月どこに行くのか、その流れを意識することで、あなたが具体的にどういうふうに生きていけばいいのか、どういう心がけをすればいいのかがわかります。ぜひ毎月の運勢動画を見るときに自分の開座をチェックして意識しながらご覧ください。それでは具体的にご説明していきます。
まず敦煌番は9個の部屋があります。中央に東西南北があり、そしてその間の北東南西南東北西、全部で9個です。その中で水運気と幸運気というものがあります。水運気はこの水色で塗られている部分です。そして幸運気はこのオレンジ色で塗られている部分。ここで注意してほしいんですが、幸運気がいい時で水運気が悪い時というわけではありません。幸運気は積極的に行動する時、外に向けて動く時で、水運気は自分の内側に対して意識を向ける時というふうに考えるといいと思います。季節には春があって冬がある、そのように運気にも幸運気、水運気が存在しているというふうに捉えてください。そしてそれぞれ移動する順番も決まっています。その移動する順番も見ながら、自分がどの場所にいるのか、それぞれの心がけをしていってください。では始めます。まず北という場所があります。北という場所は板書というところで、水運気にはなるんですが、何かが始まる場所になりますので、今後の計画をして自分の内面を見つめたり、今後の計画を静かにしていく場所になります。そしてその北が終わると、続いて南西に移動します。南西というところは幸運気になりますので、水運気から幸運気に移動してきているということになります。ここでは準備期間、畑を耕す期間というふうに考えてもらって、先月北で計画したことをここで少しずつ実行に移す基礎基盤を作る時になります。そして南西から次は東へと移動していきます。ここは幸運気がさらにエネルギーが高まっているところで、今まで北南西と準備してきたことを東でいよいよスタートさせる時になります。人前に出て発表したり、積極的に学んでいく、発展させていく場所になります。そして東の次が南東に移動します。南東は幸運気の中でも一番エネルギーが高い場所で、どんどん発展していく場所、いろんなことを積極的に行動できる場所、どんなことをやってもいいです。そしてここは発展していく場所ですので、人との交流も盛んになります。人間関係や人とのご縁を大切にすることで発展も大きくなっていきます。そして南東が終わると、続いて中央に移動します。中央は東南東と発展してきたものが花開く場所、結果が出る場所になります。ですが真ん中に位置しているため、四方八方からの要望が多く、いろんなリクエストが起きたりします。またいろんなトラブル、いろんなクレームも来ます。そこで腐らずにしっかり対応したことで、来月に向けての実りが大きくなっていきます。中央の次は北西になります。ここは実りの秋を意味していて、中央で腐らずに対応した場合、この実りが大きくなって収穫が大きいです。ただ収穫がある場所ですので、忙しくなったり責任の重いオファーもかかったりして、1ヶ月間頑張るという場所になります。そして幸運期がここで終わるっていうことですね。その次に行くのが西になります。西は水運期の始まりですが、先月の幸運期の実りをみんなで祝って楽しむ場所になります。お祝いするところですね。そしてお祝いして楽しんだ後、本格的な水運気になってきます。西が終わると北東に移動します。北東は今までのことを振り返って仕切り直しをしたり、一旦止まって考えたりする場所になります。そうすることで変化がもたらされます。変化を自分で起こしたり、また周りからの変化に柔軟に対応することが求められます。そしてここで振り返り、変化をして整理して、その後は南に行きます。南の場所も水運気ですが、先月振り返りでいらなくなったものを南で手放していく、整理してすっきりさせる場所になります。お片付けなんかも向いているところです。そしてここで手放してすっきりさせた後は、最初に北に戻っていくということになります。9ヶ月間過ごしてまた板書に戻ります。こうやって9つの場所を移動しながら少しずつ成長していって、一周が終わった時には螺旋階段を上るように少しずつ上がっている、その繰り返しで毎月の運勢が流れています。この流れを意識して毎月の運勢動画をお楽しみください。幸運気、水運気はエネルギーが高い場所、低い場所、外に向かう場所、内向きになる場所というふうに捉えてもらって、運が悪いとか運がいいというふうに考えると、せっかくの運勢を逃してしまうことになります。ぜひこの動画を参考にして毎月の運勢動画をお楽しみください。
八白土星の一番全体運は、エキノカが三風子というエキノカになりますね。三風子は今がチャンス、今やって、今行動して、今やらないと手遅れになるよっていうカなんですね。なんで八白の人、お尻が重い人多いですから、やっちゃってっていう感じですね。三風子来た時はもう行動あるのみ、まあ、今がその時っていう感じですかね。だから八白待ってる人が多いですから、もう今まで待ってたけど今なんだっていうことですね。そしてまた来た話もいい話の可能性が多いですから、三風子の時は来た話大体乗っていいよ、もちろん検証はしてほしいですけど大体乗っていいよっていうところですから、行動してほしいっていうことですね。そして北西電子力の上っていうことで、八白ね、今八白は真ん中にいるんだけど北西に行く、ここですね、北西に移動して9月はここに来てきますね。なのでここが実りですから、8月ちょっと停止してたかと思うんですけど、9月は実るのでもう行動してくださいということですね。まあ、白くの上っていうのもちょっと絡んでますからね、星によってちょっと違うんですけど、行動してほしいっていうことですね。そしてその行動して実ったものを来月西でみんなで楽しんで美味しく食べたりお祝いしましょうねみたいな、そういうことになってきますので、ぜひね今月、実らせる最終段階に入っておりますので行動してください。北西の四緑の上ですけど、北西は六白がいる場所ですから、もともと責任感っていうのも大事になってきます。それから、四緑はまとめるとかね、整えるっていう意味がありますから、まあ責任持ってチームをまとめていく、束ねていくとか、そういう立場の人はそういうことが必要ですし、まあリーダー的じゃない人も責任を持って仕事をしっかりやるっていう風にしましょうってことです。でスピードも要求されますので、圧迫の人やるとなったら結構早くやれますからね、思い越し上げて動いてください、やってくださいっていうことですね。八白9月はドタ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 動きますよ、八白が。ズン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 動きますからね、皆さん。周りの人も覚悟しといてくれ。八白動くと結構、うおーってなるんですよね。やっぱ山なんでね、存在感が大きいのでね、無視できないんですよね、なかなかね。まあそんな感じです。そして四緑の上ですから、遠方っていう意味があるから遠方に行くのいいですね。遠くまで旅行に行くのもいいし、出張もいいですし、遠くっていう意味があります。ただ破壊がかかっている四緑なので予定通り進まないケースも結構あると思いますが、破壊っていうと諦めないっていうのがセットになりますから、諦めずに、予定通り進まなくても愚痴はない、淡々と諦めずに遂行してくださいっていうことですね。そうするとまとめると、一つ目今がチャンス、二つ目実行あるのみ、行動あるのみ、三つ目諦めないっていうところですね。ということで続いて2番のラッキーアイテムはラッキーパワーストーン翡翠です。豊かさの象徴とかね、平和の象徴かな、言われてますけどね、翡翠。ラッキープレイスは遠方ですね、遠くまで出かけるいいと思います。旅行の計画もいいと思います。ラッキーフードはセロリです。セロリ嫌いな人いる？セロリ私結構好きだけど、セロリ嫌いならハーブでもいいよ。ラッキーフードはセロリです。そしてラッキーカラーは緑になります。この緑もエメラルドグリーンからモスグリーンまで範囲が広い緑になります。そして3番目の開運ワークは、旅行の計画をしてみませんかっていうことですね。ちょうどね、タイムリーにね、先週旅行行ったんだけど、愛知県から静岡県の伊豆まで行っただけだったんですけど、大きい子供を連れてくにはもうちょっと魅力的な場所がいいよねっていうことで、帰ってきてから主人と話してて、今度はじゃあちょっと沖縄とか行っちゃうとかって旅行の計画してたんですけど、まあ計画をすると実現がこう近づいてきますよね。こうやって行けばいいんだ、いくらぐらいお金かかるんだとか、いつ頃に予約しないといっぱいになっちゃうんだとか、もしくはいつ行けるかなっていう日程を設定したりとか、具体的にこう計画すると具体的になってくるじゃないですか。それで実現するっていうのがありますから、今月白くの上に乗っかってますから、旅行の計画をして旅行行きたい人は実現に近づけていくっていうことをするといいかなと思いますので、四緑の木が後押ししてくれますから、ぜひ旅行の計画してみてください。そして4番星の特徴ですね。八白の特徴は山岳救助隊っていうのが出ています。山の中で遭難した人を救助するのは山岳救助隊で、八白の勝利だよっていうことですね。もちろん
ね、この山岳救助隊八泊の本命八泊傾斜の人が仕事としてやるのもおすすめかなっていうところはあります。ということで八泊土星終わりました。ありがとうございました。ライブ配信のお知らせはすべて公式 LINE でやっております。公式 LINE は登録していただくと、1番2024年を占う新年セミナー150分の動画で、2番誰とでも仲良くなれる魔法の相性術動画の16分、3番初心者向け旧石学の基本 PDF18 ページ、4番60種類の十二支でわかるあなたの性格 PDF3 ページ、5番毎月の開運デート方位の動画、6番ライブで答える無料お悩み相談、7番毎日のラッキーフード、8番毎日のラッキーカラー、これらをプレゼントしていますので、ぜひ公式 LINE にご登録ください。公式 LINE は概要欄から行けますので、ぜひプレゼント受け取れますからね。そして、ライブのお知らせと、私の、講座のお知らせですかね。そうですね、それをしております。よろしくお願いします。